質問、音楽を聴きながら勉強しても大丈夫ですか？結論から言うと、音楽をうまく使えば大丈夫。基本的には音楽を聴くと集中力が低下してしまうことは研究で示されているんですけど、例外もちゃんとあります。例外一つ目、自然音を聴く場合。自然音を聴くとアルファ波という脳波の一種が出て、脳が集中モードになるんです。また自然音の持つ揺らぎは脳をいい感じにリラックス状態にしてくれるんですね。なので作業用 BGM をうまく利用しましょう。例外二つ目、勉強のきっかけにする場合。音楽を聴きながらだったら勉強を始める最初のハードルは下がります。音楽によって一旦勉強を始めるということが可能になると。そしてこの一回勉強を始めるっていうのが超重要。人間は一回作業を始めると脳の側坐核という部分からドーパミンという物質が放出されて作業興奮状態になるんです。結果として作業にのめり込むように集中できるようになるので、もう勝ちなんです。音楽をうまく利用して勉強頑張りましょう。何か質問があったらぜひコメントで教えてください。それでは。